私はこの会社の社長。今日はフロア清掃員に変装して社員の様子を伺うことにする。実は前からやってみたかったんだよね。お、早速社員が来たな。あ、ご苦労様です。え、ご苦労様。あ、はい、ご苦労様です。あのさ、ご苦労様ですは目上の人に使う言葉じゃないでしょ。え、君は私より目上の人間なの。あ、うちヤバい社員ある。え、こんな人採用したっけ。社員全員この目でちゃんと確認して選考したつもりだったんだけど。あ、めっちゃ睨んできてる。あ、これ全然選考できてないわ。うん、私の目節穴すぎたわ。うん、てかさ、君がいつもここ掃除してんの。あ、はい。あのさ、はっきり言って汚ねえや。ああ、こっち金払ってんだからちゃんと仕事しろ。あ、そうだ、靴なめろ。ああ、こいつのせいだ。転職会議とかで異常にうちの評価悪いの多分こいつのせいだ。年収とか高くしても意味なかった理由は分かったわ。おー、お疲れー。あれ、なんかあったの。あ、課長。いや、清掃員さんにいつも綺麗にしてあげてありがとうって感謝してたんですよ。ああ、サイコパスおる。自分のためなら平気で嘘つけるタイプだ。こんなナチュラルサイコパス初めて見た。あ、そう、さすがだね。じゃあお先。あ、お疲れ様です。さすがにそろそろ社長ってこと言おうか。あの、ん、私この会社の社長なんだけど。何くだらねえ音ついてんだ。あ、グー。あ、パーじゃなくてグーだ。パーでもダメだけど、グーグー。嘘はよくないな。いや、ほんとなんですよ。ほら、これ名刺。え、あ、社長。あ、なんで。いや、清掃員の格好をして社員の素顔を見ようと思ってね。あ、そうだったんですね。ああ、これはこれは、ご足労いただき誠にありがとうございます。あ、ところでこれって昇進とかって。うん、首ね。